皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。どうも、シモンブーです、ついにやってまいりました。12月31日でございます。今年最後のシモムーちゃんの動画で、ございます。最後だからって大したことをしないよまあ、ただただね、本当に今回の動画は、1年間やらせてもらって YouTube を押して見ていただいた方、応援してくれてた方、チャンネル登録とかしてくれた方、いいねとか押してくれた方が、もうその方々に本当にお礼を申し上げたいと思います。本当に ありがとうございます。もう感謝してもしきれません。だから私の恩返しっていうのはやっぱりこう YouTube やって、少しでも楽しんでもらって、なんか嫌なこととかね、この一瞬忘れられるような動画を作っていくことだと恩返しで思ってますんで、本当にありがとうございました。まあ今年結果はね大して出てないですけども、でも本当にチャンネル登録とかしてくれた方は本当にありがとうございます。そして引き続きよろしくお願いします。まあ1年間こういうね YouTube をやらせてもらって、まあ遊び場として始めたんですけど、まあ本当に楽しかったです。うん、いい遊び場を見つけたなって、大人の遊び場っていうか、まあ動画見たら分かると思うんですけど、もう俺しか楽しんでないんじゃないのか、見てる人は楽しんでないのかなとか思いつつも、まあ俺が楽しければ見てる人もちょっとはなんか幸せな気分になってくれるかなとか思いつつやってきました。まあ少しでもねハッピーになってもらえたら嬉しいと思いますけど、まあでも1年間大変でしたけども、よくここまでやりました。まあこれは自分自身褒めてあげたいと思います。1年間ね100何本か上げてるんですけども、やっぱり一番楽しかった動画はですね、まあ個人的にはやっぱりこう自分の中学校の、元相方、まあ、同級生が出てくれてドライブトークをしたのが、やっぱりもうあれは楽しかったですね。まああの時は私芸人シモムじゃなくて、言ったら素の下村直樹、本当プライベートの時の下村直樹の姿なんで、まあ、それはやっぱ楽しいでしょうね。本当に遊んでるっていう感覚なんで、まあああいう動画は本当に楽しかったです。そしてまあ個人的に好きな動画はですね、最初の方かな、UFO の大盛りを何口で食べられるかっていうのをやったんですよ。まあちょっと YouTuber っぽいことね。まあこれをやった時はね、お袋の方にちょっとそんなことはやらないでいいんじゃないかって言われましてね、まさか30歳になって怒られるという。まあ俺は個人的には好きなんです、ああいうのはね。でも危ないからやらない方がいいんじゃないかって、まあ母親目線で言うとね、やっぱり心配になるみたい。あんなんでね、なんか死んだりしたらどうすんのよって、30歳にながら未だに怒られておりますけど。まあ個人的にはああいう動画は楽しかった。まあ一本一本に思い入れはあります。正直もう必死に考えて企画やっていきました。企画がない中何喋ろうかなと思いつきながらもやっていたんでね、やっぱ一本一本思い入れがあります。だからより、まだね見てない動画があったら、この年末年始に時間が少しでもあったら見ていただけたら嬉しいと思います。まあとにかく今回は本当見てくれてる方にお礼を本当申し上げます。そして一回もね、見てない方にもやっぱもうお礼を申し上げます。でも本当にね、感謝してます。本当に。感謝してもしきれないぐらい、支えてもらってますんで、どっかでも自分が少しでもね、皆様の支えになれるのが目標なんです。売れるとかじゃないんです、俺の中で。見てくれてる人のちょっとでもなんかね、支えとかそういう救いとかなんかね、楽しむ場所に なることが目標なんでね、そこに向かって俺は突っ走ってもっと頑張りますんで、2023年も、頑張っていきますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆様本当に2022年は皆様のおかげで幸せな人生を迎えることができました。ありがとうございます。2023年もよろしくお願いします。ではじゃあ皆さん、もうすぐ年が明けますけど、それまで最後まで楽しんで、じゃあ良いお年を迎えてください。最後まで楽しんで、では明日。